また、リフ町の宮城スタジアムや隣接する総合体育館など3つの施設もおよそ2か月ぶりに利用を再開しました各施設の入り口にはアルコール消毒液を設置するほかマスクの着用や利用者同士が2メートル以上の距離を取るよう呼びかけていますまた今月19日までは屋内施設が最大100人屋外施設でも最大200人までと利用人数を限定します なんか久しぶりにみんなと会ったし、きょうは初めてみんなで休んでからバドミントンしてたんで、和気あいあいとしてて、すごく楽しかったですまた当面の間、施設の利用は県内に住んでいる人に限定するということです。